マルグリット・ブール・ジョアは、フランス出身のカナダの教育活動家、カトリック教会の聖人。カトリック教会の聖人歴では、1月12日をマルグリット・ブール・ジョアの日と定めている。1620年4月17日、フランスのトロワにて生まれる。その日に、サンジャンをマルシュ教会で洗礼を受ける。1640年10月7日、 ロザリオの聖母の祝日に行われた行列の際、聖母像が輝く奇跡を見たといい、この日、以来トロワのノートルダム修道会の外部会員となり、教育活動を開始する。1653年、33歳の時、単身でヌーベルフランスに渡航する。1658年、同地にて最初の学校を設立し、フランスからの移民らの教育に携わる。また、 キリスト教精神を理念に、当時としては珍しかった、性別、人種によらない、陽動な教育の場を提供し、女子教育、先住民族の教育に寄与した。1676年、コングレガシオンドノートルダム修道会を設立する。従来の修道会の近域にとらわれない、活動によって、不教と教育の広がりを見せた。1700年1月12日、 80歳で死去した。1982年10月31日、教皇ヨハネ・パウロ2世によって劣勢された。コングレガシオンド・ノートルダム修道会は、マルグリット・ブールジョアによって設立された修道会である。教育活動に重点を置く修道会で、2011年現在、世界9カ国に拠点を持つ。ありがとうございます。